売られた花嫁、売られた花嫁、売られた花嫁は、ベドルジハスメタナが作曲したオペラ。チェコの代表的な国民オペラ作品として名高い。助曲が、特に有名で、単独で、演奏会に取り上げられることも多々ある。台本作者は、カレルサビナ三幕のオペラブッファである。作曲は1863年から1866年。 1866年5月30日に、初演された後、改定が施され、1870年9月25日に、プラハの国民仮劇場において決定校が、初演された。日本初演は1955年9月13日、東京、日比谷公会堂において、伊藤渡之、伊藤武雄、笹田和子、伊藤京子他のソロ、ニクラウス・エッシュバッハン式。 NHK 公共楽団によって実現した。上演時間は、第1幕40分、第2幕35分、第3幕50分。春祭りの日、村人たちが踊り騒いでいる。魔人カは恋人イにニくクと浮かない気分で話している。それというのも、イにニくクが、よそ者で親に結婚を認めてもらえないばかりか。 裕福な農場趣味派の息子バシェクとの縁談が持ち上がっているのだ。家に行くは、自分は昔、ママ母との折り合いが悪く、家を飛び出したんだと身の上を語る。一方、今回の縁談の中をドケザルは、バシェクが知恵をくれであることを隠して、縁談をまとめ、礼金をせしめようと、マジェンカの両親に結婚を熱心に進める。両親とケツルは見合いを進め、 苦しな夫妻が娘をミーハの息子の嫁にするとした古い誓約書を取り出すが、マジェンカは取り合わない。ケツァルは家へ肉と話すことを決心する。村人たちがポルカを踊る。男たちがビールの歌を歌い、フリアントを踊りながら出ていく。そこへバシェクが現れ、マジェンカと偶然出会う。マジェンカはバシェクに気づくが、バシェクはマジェンカの顔を知らない。 そこで、マジェンカは、バシェクに、見合い相手は、超悪女だからやめておけと告げる。一方、家に行くは、ケツアルから金貨三百枚を受け取り、彼女は、ミーハの息子以外とは結婚しないという条件をつけて、マジェンカのことは、諦めることを承知する。村人たちは恋人を売ったと家に行くを非難する。バシェクが、居酒屋の前で会った娘を思って一人でいるところへ、 旅芸人の一座がやってくる。バシェクは一座の美女エスメラルダに一目惚れし、酔いつぶれた熊役の芸人の代役を引き受けてしまう。マジェンカが現れ、ユニークがケツァルと交わした契約書を見せられて泣き出す。ユニークが現れるので、彼女は結婚し、バシェクと結婚する。私は売られた花嫁になると言い出す。そこへ、苦しナ夫妻とミーハ夫妻が登場。彼女は、 ミーハの息子と結婚すると宣言する。この時家に行くが間に進み出て、自分は行方不明になっていたミーハの息子だと名乗り、契約書通り、マジェンカと結婚すると告げる。父親が自分の息子だと確認し、和解する。マジェンカは喜び、ケツァルは悔しがる。旅芸人一座から熊が逃げたと騒然となるが、実は和宿だとわかり、母親が馬宿を連れ帰る。 村人たちがマジェンカといえに行くを祝福する。チェコ語で書かれたオペラとして、チェコ国民オペラを代表する作品であるが、その作曲技法は、終始ロマン派音楽の技法に則っ,ったものである。国民音楽の創造は、民謡の引用や模倣だという風潮に抵抗した、スメトナは、民族芸術は、現代の作曲技法を採用すべきと主張し、 具体的な場面描写以外で民謡を引用することを避けいた。このオペラでもポルカ、フリアントといった民族舞踊のリズムを持った曲があるが、それらはいずれも村人たちを描写するために用いられているに過ぎない。舞曲以外では大道芸人の行進にボヘミアの伝統的なパストラル、牧歌の響きがかすかに感じられる程度で有名な助曲にしても、 古典派のそなた形式に従っており、民謡の引用やそれらとの類似性は見出せない。しかし、スメタナは、安直に民謡を引用することなく、ロマン派音楽の誤法によって、ボヘミアの農村を滑車したことで、ロマン派音楽の系譜の中に、チェコ国民音楽を組み入れることに成功たのであった。そしてこの成功により、チェコ国民音楽は広く、ヨーロッパに、 その存在感を示すこととなり、ドボルザーク、フィビヒ、ヤナーチェクへと道を開いていったのである。なお、ドイツ語訳で上演されることも多く、ルドルフ・ケンペ式、ピラール・ローレンガー、フリッツ・ブンダーリッヒ主演のもの、ハインリヒ・ホルライザー式、ルドルフ・ショック、クルト・ベーム出演のもの、ヤロスラフ・クロンプ・ホールズ式、テレサ・ストラータス、ルネコロ主演のもの、カール・エルメンドルフ式、 クリスタ、ルートビヒ出演のものなど、かなり豪華な顔ぶれによる、ドイツ語全曲録音が多く残っているあたり、ドイツ圏での本作の人気を物語っている。DVD 発売されている1983年の、ウィーン国立歌劇場上演記録、イヴァン・フィッシャー式、ルチア・ポップ主演もドイツ語である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。